高須スノーパークじゃない、ごめん、ダイナランド、3日の駐車場の空き状況、今時間がね、ちょっと待ってよ、時間が朝の6時38分、明けましておめでとうございます。1月3日月曜日、初滑りです。今年初滑りです。先シーズンもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。よいしょ、凍結しとるな。はい、あ、除雪してあるね。よいしょ。さあ、6時、ね、38分といえば、もうね、立柱がね、あ、やっぱりな、まだ回るな、立柱がね、回ってるはずなんですよ。もう中央分離区自動車のね、発置してる時点でもう車がいっぱいだったから、スキー客ので、この前にアップした中央空陸自動車道と、県道45号線と156号線、ね、の道路、動画、もアップしてると思うんで見てください。で、あとダイナの、ね、峠の動画もアップしてると思いますんで、見てください。いや、やっぱここか。まあ、こんなもんですね。立柱が回しながらね、200台。で、立柱の向こう側にね、何台だあれ。50台ぐらいか。で、250台プラス、ここに何台おるかな。100台か。だから350台ぐらいだね。360台ぐらいかな。今ね。ってことは、450人ぐらいいるね。あ、正月だって持っているかな。500人ぐらいもうすでにおるかな。でさ、結構さ、この通路をさ、狭くするんだわ。ガードマンによっては。ほら見てん、これ右側通路狭いって。これどこ、このさ、車と車の間もさ狭くしようとしてる、この通路がすごい狭いで、そのさ、多分さ、5列かなんか知らないけど、5列するのか6列にするのか、その詰め込み用によってさ、列の、朝台にやってますね、列があれだね、増えるか減っちゃうかが決まるんだろうね。だから列を増やしたいから通路を狭くしてるんだろうね、多分、うん、はい、ということで、今日は朝台なもう間に合うかな、なんだ、まあ、とりあえず滑ります。うん、4日の、夜勤から仕事始まりなんで、明日はね、半日ぐらい滑ります。高須ダイナと、スキーとスノーボードの、専門チャンネルなんで、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。